こんにちは。私の名前はレイチェル・ソデスクです。これは My Best Day Ever Project。2014年8月。ベニスで起きた。夏と晴れだった。朝ごはんを食べた。スカートと T シャツを着た。それから急が来た。アパートを出た。ベニスを歩いた。セイマックススクエアを見た。とても綺麗だった。晴れだったから夏がとても赤かった。そして歩いた。サリザでサインモセに行った。ルイ・ヴィトンとシャネルに行った。その後アパートに行った。スパゲティをお腹から食べた。アコーディオンを外で着た。そして出かけた。ジェラートを食べた。美味しかった。それは美味しい食べた食べ物です。夜出かけた。いとこは出かけた。家族と歩いた。セイマックススクエアでオーケストラを聴いた。とても良かった。サイサミチャを歩いた。店に行った。最後にアパートに行った。私はまだいませんから、使っていたなかった。ありがとうございます。さようなら。